それでほのか、一緒に写真を撮るのは別に構わないけど、水族館のどこで撮るつもりなのよ。ちょっと待ってね。えー、っと、あのクラゲの水槽も綺麗だし、エイが泳いでるところも迫力がありそうだし。後ろに映る背景のことばかり気にしてもしょうがないでしょ落ち着いて撮れるところを探さないと、いい写真にならないんだから。 それもそうだね。うーん、だとしたら。あ、あっちのペンギンたちが集まってるところなんてどういいんじゃないあっちの水槽なら、手前にちょうど座れそうな場所があるし、周りに人も少なそうだしね。よーし、それじゃあ移動しよう。えっと、カメラの切り替えは、このアイコンだね。あれ どうしたのよ、ほのか。急に難しい顔になって。カメラモードの操作でも間違えたのごめーん、ニコちゃん。私のスマホ電池がもう切れそうだよ。充電器今日は持ってきてたかなまったく。さっきのカフェで調子に乗って写真を撮りまくるからよ。ほら。 ニコのスマホで撮ってあげるから、もっとこっちに寄りなさい。うん、ありがとう。後で写真、私のスマホにも送ってね。それじゃあニコちゃん、笑って笑って。笑顔よーし。髪のセットもよーし。私はいつでも OK だよ。ニコちゃんの方はどうこっちも問題ないわ。 それじゃ、シャッターのタイミングはニコが。え、ごめん、ほのか。一旦撮影中断、ちょっと移動しましょう。どうしたの、ニコちゃん。何かまずいことでも。って、向こうにいる女の子ここの水槽をじっと見てるね。ほら、いらっしゃい。ペンギンたちの写真、撮りたいんでしょ これくらいまで近づけば、もっといい絵が撮れるわよ。ああ、なるほど。この子に写真を撮る場所を譲ってあげたんだね。あはは、スマホの構え方がかわいい。あ、もういいの <laughs> どういたしまして。そう、ほのか。仕切り直していい写真を撮るわよ。って、 何よ、その顔は。うんうん、別に。やっぱりニコちゃんは周りのことをよく見て気遣って、優しいなーって、改めて思っただけだよ。な、何変なこと言い出してるのよニコはただ、ゆっくり写真を撮りたかっただけなんだから、変な風に撮らないでよね。はいはい。 わかってるって。あ、ニコちゃん。そろそろ人も多くなってきたみたいだし、早く取っちゃおう。本当にわかってるのかしら。まったく。まあいいわ。さっさと終わらせるわよ。はい。ニッコニッコニー。